でにも規定投球回数に達しているという巨人です。やっぱりね、先発ピッチャーの割合っていうのはすごく大きいですよ、野球というゲームの中において、はい。ただここまで大野が抑えて、果たしてこのセリーグの戦いが再び始まってからローテーションの中心になれるでしょうか。中日は吉見が右肘の手術の影響で今シーズンの登板はほぼ難しいと言われています。そして中日はチーム最多の4勝を挙げているカブレラが肋骨骨折で戦線離脱、川上健進が右肩の状態思わしくなく、まだ本格的なピッチング練習が再開できていません。あとはローテーションで挙げるとすれば山本昌、明日の先発が予想されています。いや、全く逆ので、あのジャイアンツが今の中日のような状態だったらこのゲーム差でもわからないと思いますよ。だけど周囲走ってるジャイアンツはこれだけの充実の先発陣がいて、はい、追いかけてる中日がこれだけ不安定な状況というのは非常に中日にとっては苦しいですよね。一刻も早く一つの光を見出したいこの中日、両チームは 13.5 ゲーム差ついています。ここまで思い切って腕を振っている大野雄大、両チームがお互いのピッチャーから奪ったヒットは2本ずつ。当然ジャイアンツ、阪神、上の2チームに対してのキラー選手が出てこないといけないですよね。ジャイアンツキラー、阪神キラーというねピッチャーが、阪神のピッチャー陣ではその交流戦前では榎木だというピッチャーが ね、 そうですね、ジャイアンツキラーになりそうだと、やっぱ追いかけていくチームにはやっぱりそうやってあのそのチームに強いね、ジャイアンツに強いっていうピッチャーがいないといけないですよね。はい、ピッチャーの横を抜けていきました。亀井今日最初のヒット。昔我々の時代にあの牧原さん、斉藤さん、桑田さんという、ね、はい、3本柱があって3人であの3連戦とも抑え込むっていうのはあるんですよ。そうですか。でも3試合とも打ち勝つっていうのはなかなかないんですよ。やっぱりピッチャーなんですね。さあ同級生の対決